ティーバック、ティーバック、ティーバックは、電部を露出した水着及び下着、下履きの一種で和製英語である。海外では、ソング、G ストリング等に詳細に分類されているが、日本ではこれらの下着の総称として用いられることが多い。バックスタイルが T 字型でカットされたデザインになっており、外形がアルファベットの T の字に見えることから、そのように名付けられた。 フロントは普通のハイレグビキニの形になっているが、バックはゴム紐か細い布になっており、布がシリカンに食い込むため、独特の履き心地や様々な利点を持つ上、最小限の布で最大のフィット感を得られる下着の一つである。本意としては、競泳水着の背中部分が T 字になっているものを言うが、本校では下着や水着のボトム形状を指し示す。 t バックには大きく分けて2種類あり、バックがゴム紐のものと布のものである。ゴム紐のものを特に g ストリングと呼ぶ場合もある。英語における t バックあるいはストリングバックや単が v ストリングまたは v バック、バック中央に紐で小さな逆三角を描くものチーキー、バックの下半分だけが露出したもの c ストリングまたは c バック、紐、 が一切ないものなどはその回区分となるが、G ストリングはしばしばソングと混用される。もともと、ブラジルの先住民がアマゾン川で漁をする際に、カンディルと呼ばれるナマズの一種が、尿道や膣、肛門から侵入することを防止するために履いていた、ふんどしのようなものがその源流とされてる。このため、ブラジル人にとって、ティーバッグは民族衣装としての側面を持っており、 有名なリオのカーニバルをはじめサンバのダンサーはティーバック衣装を着用することが多い。20世紀前半からストリップやダンサーなどは身につけていたが一般には1970年代南アメリカ特にブラジルで水着から流行が始まったものである。欧米では1990年代から安定した人気を得ており特に 北欧や東欧諸国では大衆に受け入れられ、今日では一般化している。日本でも週刊現代でティーバッグを初めて紹介し、その後もたびたび紹介したことがあり、最近では日本ティーバッグ市まで企画している。ティーバッグはバッグの生地の面積が小さいため、お尻の二つの山の間を布が通り、お尻の丸みがきれいに出る効果、そしてスカートや ズボンなどを履くときにショーツラインやブリーフラインがアウターに響かないという二つの実用的な機能を持っている。浴衣や着物などの和服を着用する際もラインを見せないようにするために着用する場合が多い。このように実用性に富む下着である一方で、全部が露出されるためセックスアピールに富むファッションでもあり、近年では若い女性やエブリ女優を中心に着用者が 増えている。さらには、ローライズパンツを履いた時にあえてウエスト部分から、下着、ティーバッグをはみ出させて見せ番として、ファッションの一部にしたり、露出度が高いためセクシーランジェリーとして愛している人もいる。女性用では、エアロビクスのアンダーショーツや水着のアンダーショーツとしても、ティーバッグが用いられている。これは、水着やレオタードに、下着の輪郭が浮き上がることを防ぐためである。 また、筋肉を全く圧迫しないことによる抜群の動きやすさや局部を安定させる目的のスポーツ用下着として、その優れた機能性と着用感がスポーツ競技者を中心に注目されている。また、昔から男性バレエダンサーや男子フィギュアスケート選手などは、ヒップラインをきれいに出し、足を長く見せるために、ダンスベルトというティーバックショーツを着用している。 スポーツ用サポーターとしても開発されたが、ジョックストラップの後ろをティーバックにしたものがあり、水泳用サポーターとしてもティーバック愛用者が増えてきており、このように男性用ティーバックは決して珍しいものではなく実用下着として立派に普及しつつある。バブル期末の1980年代末にティーバック水着が男女とも流行した。もともと日本では 男性が六尺ふんどしを着用し、電部を露出して泳ぐことは一般的であったため、六尺ふんどし水着としての六尺ふんどしを参照、当初は公営プール等でも着用が認められていた。しかし九百九十二年、電部があらわな男性が多いことへの苦情があったため、神宮プール、当時などの都心のプールでは、ティーバック水着やふんどしを着用することが予され、その後も、 少しずつ増加し、2011年時点では、都内近郊で、ふんどしや、ティーバック水着を着用できる、公営プールは、数少ない、皆無ではない。このため、都内近郊で、ティーバック水着を着用して遊泳したい場合は、ホテルのプールなどに行くか、海水浴場などで着用する場合が、一般的である。一方、東海地方などブラジルをはじめとする、 中南米労働者が多く、外国人の多く来るプールでは、ティーバック水着に対して寛容である。女性用のティーバック水着は、普通のティーの形をしたもののほかティーの形の前後に飾りを入れたり、フロント状にするために薄い布を飾ったりするタイプも、ある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。